けど、だからロンドンベーグルに行ってベーグルを買うのと、タンバリンズに行って友達の誕生日プレゼントを買います。ですね、初めて都便をやってみるんですけど、安徳駅の2番出口から出てすぐにノッティーズのドーナツがあるんですけど、その前通ってずっとまっすぐ行って右曲がったら着きます。日焼け止めを塗らずに来た。もしかしてウェイティングかな。저희지금포장만대기등록ここのベーグル本当に一番一番美味しくて、ぜひベーグル好きな方には絶対行ってもらいたいんですけど、今回このベーグルをどうしても日本に持って帰りたくて一人でテイクアウトしに来たんですけど、この日閉店の1時間前ぐらいに入ったんで、種類が3種類しか残ってなくて、プレーンと塩バターみたいなやつと、ジャンボンベルかな、ハムとバターが中に挟まってるサンドイッチみたいな感じのベーグルなんですけど、まあ結局ベーグルは基本が美味しいかなっていう感じで買いました。あとここはベーグルだけじゃなくてスープも2種類売ってるんですけど、ここのそのスープの2種類のうちのキノコスープやったかながすごい美味しいらしいです。でも割と価格が高めでした。前にトマトスープの方を食べたんですけど、まあめちゃそんなリピートっていうほどではなかったんですけどね。でもキノコスープは気になるんで次行ったら絶対食べようと思います。あとクリームチーズもなんか買わなあかんかなと思ったんですけど、メニューを全然読めなくて、ブルーベリーとメープルシロップ入ったやつ2つだけ買いました。あそこにオブジェクトもある。天気がめっちゃいいのはありがたいんですけどね、暑すぎて。なんかおしゃれなカフェいっぱい。それは着きました、タンバリンズ。購入完了。この動画見せちゃったら友達にバレちゃう。友達が雑貨系のタンブレが欲しいって言ってたんで、もう一人の友達
ちにあげるタンプで買いに行きます。